11月23日南海難波駅からはだいたい8分ぐらいですね。天気もすごく良くて歩きやすかったです。始めます。12月の23日、明日はやめよう、言うのやめよう、悲しくなる。工事の進捗状況をバチバチに仕上がってます。では昨日と同じようにぐるんと回って見てみましょう。はい、回ります。出てででん、もうね全面壁が仕上がってますねという感じです。いやね、この目に見えてる範囲が明らかに変わると気持ちがテンションが上がりますね、はい、これもう滝用のマットが届いたらまた1段も2段も上上がりっていよいよもう卓球場ですというような感じになりますんで、もう間近ですね、はい。まあ明日も変わらず、このレポートを続けたいと思いますんでよろしくお願いします。